これもう消化しなくていいよな、ここら辺。もう前一回したし、消化しなくてもいいっすよね。いやー、とりあえずメインだけ、あ、もしかしてこれ金木探すイベントってする。ここら辺を消化しすぎてさ、木島と会ってもめんどくさいし、まあ、木島会っても今冷凍どうやって見てたっけ、今冷凍あれだから、ダブルSレートだから多分いけると思う。うわ、懐かしいな、これ。リンリン、コービーだっけ？あ、そう、カルマートが、リンリン、コービーだから。こんばんは。カルマートがリンリン、コービーだから、それだけ覚えてよ。リンリン、リンリン、リンが、ムカデだっけ？これ今どこのイベントやってるのかわかんない。多分、金木探してんだろうな。まだラボはまだ先だな。この後多分、あれがあるから、レストラン襲撃が確かあったと思うんだよな。さっさとラボ、行ってないルートとしてはあれだよな。トゥルーエンドとラボでなんかその、黒白と戦うとか多分行ってなかったと思うんだけどな。え、重蔵と戦うの。リンリン、コー、ビーと、何だろう、なんだっけ、これか、これだな。ウービーリンコ、オッケー、ウービーリンコとリンリンコービーでいこう。リンリンコービーとウービーリンコ。あ、ジェイソン持ってんだ、この時。雑魚いな。まあ、こんなもんだろ。とりあえずストーリーをさっさと先に進めよう。あ、待って、これ負けるんじゃない？姉さんって誰？俺これ強かったような気がするんだけど。遭遇率 83% ってやばいな。証言さんどうも。リンリン、コービーとウービーリンコ、これ確か強かったよな。俺これ10回ぐらい負けたような記憶あるんだけど。10回以上負けてるわ多分。俺今美格だったっけ？美格なんだね。ウービーリンコとリンリン、コービー。あと口角やってないのかな俺は。リンリン、コービー、ウービーリンコ。あー、ないな。ウービーリンコで相手の攻撃力下げる。やっぱほら相手めちゃめちゃ攻撃力強いわこれ。リンリン、コービーを残して、リンリン、コービーでカルマーと次どうしようか。次ウービーリンコを残しておいて多分切れるから。これどうやって発動させたっけ、こうか。さっき発動したのもう忘れる。リンリン、コービーB、オッケー、回復、オッケーオッケー。あー、こいつなんかやっぱ手応えあるな。今やっても全然、オッケー、ブレイク、ウービーリン、オッケー、ブレイク。こいつさ、ウービーリンこうで攻撃力下げて、ここで攻撃下げる。いや、ジェイルで一番こいつ強いんじゃないのって最初思ってたね。こいつと当たった時普通に強い。うわー、ウービリンコで、もう一回攻撃力ダウンを発動させて、オッケー、だいぶ安定したな。はい、ラスト。まあ多分前回前の週ではこれ倒したよな。飛ばせたから倒してるな。リーダー、いやー、木島か。めんどくせえ。サブのさ、ミッションをさやってるとさ、こういうことなんだよな。あ、なんとかいけたな。
お、戦わずに済んだ。これか。とりあえずひなみんとこ行ってみるか。どこに行きゃいいんだろうな。だ、これあれか、花を摘むとかなんかそういう感じじゃなかったっけ。それでなんかあれ、あれなんだっけ、あのデブなんだっけな、あのほらこう言っちゃ悪いけど、ちょっと発達障害みたいな、あのデブなんだったっけな、あいつが怒るんだよな、花を摘んだら。摘まなくてもなんか変な感じになったと思うけど。オッケー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 、金木出た。こんばんは。こんばんは。パキ。あ、早くラボ行きて。あ、レストラン来たか。どっち行きゃいいんだっけ、どっちもいいや。でここで見張り続けたらどうせ、あ、そうだよね。ローと戦うことになるね。あ、そうそう、金庫金庫。まあこいつ多分、え、こいつ強っ。え、別に強くはないけど結構硬いね。なんだっけ、うー、あー、やべえやべえやべえ、これやばいぞ。ううー、ビーリンコ、あー、ちょっともたついてるな。クイックダウンさして、リン、あー、ないな。でもまあ普通に倒せるか。こいつさ、ローさ、カグネをさ、なんかこの分離させてるよな。こいつカグネ分離させてない？あー、あー、他のコマンド覚えてないからさ、カルマートとこいつのスキルの分しか覚えてないから、ちょっとダメだな。回復のやつ1個入れてたと思うんだけど。回復のやつをさ、1個入れてたと思うんだけど。あれ、今更こんなスキルを入手するとかあんの？俺もうこれ3、4周目だけど。あー、マジか。こんないっぱいあるのか。まあとりあえずラボまで一個一個潰していくか。ラボで白黒篠原、情報はない。あとなんだっけ、黒白と篠原と、あ、十蔵か、十蔵と戦って、そんなもんかな。3回かな。あー、この綺麗な花はあれだよ、眺めとこ。これ金庫と戦わなきゃいけなくなるから多分だけど。あれ、飛ばせない、飛ばせるわ。あー、隼人か。あー、アモン、え、でもアモンルート A じゃなかったっけ、アモンがいるのって。うう、リーリン、こうで相手の攻撃ダウン。あー、でもまあまあここでも手応えあるな。うう、ビーリンコーでストックしておいて、気に入らないよね。
あーやべえ、こいつでもあれだよな、なんか毎回ブレイクさせとかないとそのピース縛りをのスキル打ってくるから、リンリン交尾。あーやばい、このあれだ、この口角全部崩さないと多分口角縛りのスキル打ってくるんじゃなかったかな。ほら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 、あでは違うわ、口角縛りじゃないわ、もっと強い強いアモンだっけこいつ。勝て、あー来た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 、この縛り美覚しか出てこないやつ、ダリー、あやばい やばいかもこれ、あこれやばいかも、負けるんじゃないかこれこれ負けるんじゃないか、うー B リンコーで攻撃力下げておいて、リンリンコービーでカルマーと、ビーリンコーで攻撃下げて、やっぱこいつ硬えな、もうビーリンコー、気に入らないわ、うー B リンコ、オッケー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 、だいぶもう手ついてきたな、リンリンコビ、あれ見捨てた、今見捨てたか、リンリン、あーねえな、オッケーオッケー、いやーこいつ体力多いからなんか長く感じるな、無駄に体力多いわ。 A か、どうしよう、嘘の方がこう教える、すまない、あ俺こっち初めてだわ、攻撃力防御力も中ダウン、あこれ結構あれだな、防御力もか、大ダウンとかだった、何これこいついつもボロボロだな、あれ、あー対価の交換で、対価の交換でなんか情報渡さないといけないのか、どうしよう、何の情報を、嘘の情報渡してどうなんだこれ、やばいかな、まあ太郎か、これな、屋上な、このクレーンのとこな、最近インボークの背景なんか出たような気がする、ここ、雑魚お前雑魚いね、雑魚いんねお前、さ下がってろ、え結局これさ金庫戦わないとダメなの、花積んでさ、あれ花積んで結局金庫戦に行かないとダメなパターンなのか、一瞬だぞ多分こいつ、こんばんは、うるさ長い長い長いなこいつ、まあね、今コメントと、コメントじゃないわ、話飛ばしてるけど見たい人いたら、一周目のやつだったら普通にゆっくりやってるのあるからそっちを見てくれ、今回はエンディングのために飛ばしてるけど、ここで、シャチにボコボコにされてカニキが病んでると、オッケーオッケーオッケー、ここで、あラボロ来た、ラボラボラボ、多分これラボだろう、ここで言ってラボラボ行くよな、あー来たラボ、ラボ来た、
じゃあちょっとラボのあれを見ながら行くか。有馬と戦うには可能ラボで捜査官全員殺すだから、とりあえずラボ行って全員と戦おう。ちょここで一回セーブしとこう。ここでな、一回このラボの手前で一回13にセーブしといてもしミスった時でも13から始めれば OK と。じゃあラボ行こう。マダムへ。うちとどちらが広いかな。でまず、全員と戦う場合はラボで最初の選択肢で残るを選択すると。赤眼の2人は現れるだろうか。よし、動いてやがる。オッケー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 、出た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 。ウィー。オッケー、とりあえずここで残るを選択しますかね。じゃあこの話長えな。この場に残って戦うで、アモン戦に行くはず多分だけど、これ初めてじゃないか、ここ。多分このねルートはね初めてだと思うんだよね。バチが開かねえ。ガギゴゲガギ、え、拉致だってってわかんのかお前。いいんだ細けえことはよ。止まれ。突然この BGM なんだ、初めて聞いたんだけど。声が響いた。声の方向へ視線をやるとそこにはコートに身を包んだ人たちが立っている。あれ、アタッシュケースね、持っているクイーン家ね。あー出たおやおや、こんな時に鳩かよ。ちょっとヤバくないですか、バンジョーさんいないし。資料を奪ったアモン捜査官だった。あ、もうすぐなんだ。なんか対話とかないんだね。リンリンコービーリウービーリンコーで、まあこのリン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 とかは大丈夫だよね。黒の一振りで、あ、 BBB、 あ、エキストリック1個あるんだったらなんか入れようかな。あ、でもどうせ覚えられないか。あー、これね、これムカデでしょ多分。多分ムカデだよなこれ、違うっけ。リンリンリンウーコー、オッケーオッケーオッケー、リンリンリンウーコーね。行くぞ。これ多分初めてじゃないかな。あー、そんな硬くない、そんな硬、全然硬くない。あ、これアモンとさアキラが交代で出てくるんだけど。攻撃力下げて、これアモンとアキラがさ、なんか卓球のさ、あれみたいに交代しながら前線出てくるんだけど。アモンとアキラが交代しながらさ出てきた、ちょっとあれなんだけど。くっ、ここまで強いグールがいるとは。はあはあ、殺す、殺さない、これ殺さないとダメなんだよな。なあ、え、これ多分殺さないとダメなんだよな。誰かいない、詳しい人。捜査官全員殺して、だから多分殺さないといけないから、ここは殺すを選択しないといけないわけだ。く、殺せく、殺せ、殺すか。グアキラ、アモン捜査官はアキラさんをかばい、僕の確認に貫かれて倒れた。
アモン上等。くそ、あ、怒ってる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 よ。あー無慈悲なり。最後笑って死ぬのか、笑って死ぬのか。父に申し訳が立たんな。おまわ、あー二人とも殺しちゃったよ。死んだお前殺したんだろうが。仕方ない仕方ない、サイコパスだなお前。殺すしかない、だって僕はグールで君たちは人間なんだから。僕は脳の裏側を冷たく青暗いペンキで塗りつぶ何これ、ちょっとあれだね、表現が金木に似てるね。金木もあれでしょ、こういう表現をするじゃん。人を殺す感覚か。片付いたね、それじゃあ行こうか。まあアモンとアキラだけは特別じゃないもんな、いっぱい捜査官なんて殺してるし。殺人経験初めて入手したわ。